子供だったあの震災の日、この日常が当たり前ではないことを知った。毎日通った学校も、通学路も、家も、電気も、見えない誰かのおかげで当たり前のように感じていただけだった。好きなことに熱中したり、夢に向かって努力できるのはそんな当たり前があるから。そしてたとえどんな困難が起きても、みんなで助け合えばその日常を取り戻せることを知った。復興とともに大人になった僕らが描くのは、この街の日常が何十年、何百年先も続く未来。これからの宮城を支えるのは私たちだ。当たり前を明日につなぐ仕事。